岩手希望チャンネル MC のフジポンです。おばんです。岩手県知事の達増拓也です。今日も番組をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。皆様お久しぶりでございます。いや、ね、9月以来の岩手希望チャンネルということなんですけれども、はい、今年は希望郷岩手国体希望郷岩手大会がありましたので、その間希望チャンネルを少々お休みしまして、その間希望郷岩手国体では天皇杯2位皇后杯2位という好成績、希望郷岩手大会でも過去最高の139個のメダル獲得ということで大成功でした。はい、本当にね、国体も大会も素晴らしかったですよね、はい、今ここで話し出すと、ね、止まらなくなりそうなので、この話題はですね、後ほどたっぷりとお届けしたいと思いますので、はい、皆さんお楽しみに。それでは最初に最近の主な出来事をご紹介していきたいと思います。はじめに12月3日に開催しました岩手三陸復興フォーラム in 長野についてです。このフォーラムは全国からのご支援に感謝の意を伝え、岩手県の復興の今を報告するイベントとして平成24年度から毎年開催しています。私も参加しまして、長野県の阿部知事、信州大学の菊池教授と地域で進める災害からの復興をテーマに提談を行いました。はい、この模様をですね、スタッフが取材してきたそうですので、早速見てみましょう。はい、5年8ヶ月余り前に発生した東日本大震災津波によりまして、岩手県では沿岸部を中心に4672名の尊い命が奪われ、今なお1123名の方々が行方不明となっています。長野県からは震災直後から現在に至るまで被災地支援のため、これまで県の中では最も多い82名の応援職員を派遣いただいているところであります。復旧復興の中核を担っていただいており、大変感謝しております。復興に向けた歩みは着実に前進しています。本日のフォーラムは、これまでの東日本大震災津波にかかる復興の歩みや支援活動について振り返りながら、災害の経験について共有し、地域が持つ復興力について長野県の皆様と考える貴重な機会でございます。長野県から警察の皆さん、あるいは県職員、先ほども田村知事からもご紹介いただきましたけれども、多くの人的な支援を行わせてきていただいております。これまで県職員等が約3万3000人、警察の皆さんが2万5000人、岩手県をはじめとする被災地に入って、さまざまな支援活動を行わせていただいております。そして2019年ラグビーワールドカップ、岩手県釜石市も試合会場の一つに決定いただきまして、東日本大震災の被災地での開催、この復興の象徴となるように盛り上げていきたいと思います。これらのいわば復興力を最大限活用して、必ずや復興を果たし、前よりも安全安心で、そして前よりも活力ある地域としていきたいと思います。引き続きご支援どうぞよろしくお願いいたします。
本当にたくさんの方が来てくださっていましたけれども、はい、長野の皆さんの反応というのはいかがでしたか。東日本大震災やそこからの復興についてとっても関心が高くてですね、こう熱心に聞いてくださいましたし、またいろんな意見の発表もありました。で今からでもこう何かしたいという思いもこう強くあるので、ですからやはりこういう企画を通じてそういう思いをこう形にしていくことが大事だなと改めて思いましたね。はい、もうずっと忘れずにいてくださっているということで、はい、応援職員の方も本当にたくさん来てくださっているんですね。はい、長野の皆さんありがとうございます。ありがとうございます。以上、岩手三陸復興フォーラム in 長野の話題でした。続いては今月8日に東京都で行われました来年秋にデビューする岩手最高級のお米岩手118号の名称ロゴマーク発表会と岩手県産プレミアムリンゴ冬恋の PR イベントについてお伝えします。知事もこちらのイベントに行ってきたんですよね。はい、そしてのんさん本名のんねんれなさんも駆けつけて、応援をしてくれました。はい、こちらもですね当日の様子スタッフが取材してきましたので早速見てみましょう。岩手県が独自に開発しました冬恋というリンゴを皆さんに紹介するために冬恋のプレミアム感を大いに皆さんに伝えることができるよう岩手県が大変お世話になっていますのんさんにこのプレミアム感を冬恋のプレミアム感を伝えていただき冬恋を食べて元気に仲良くお幸せにと思います。ありがとうございました。冬恋を食べて皆さん、この冬甘く美味しい思いをしましょう。ぜひ冬恋をよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。岩手希望チャンネルをご覧の皆様、のんです。どうも、今日はですね岩手県三昧の、金色の風と岩手プレミアムリンゴ冬恋を PR させていただきました。こんにちは。ですね、岩手は私の第二のふるさとのように思っていて、そんな岩手の、から作られた、食べ物たちを、PR できることがとても嬉しかったです。ありがとうございました。これからも、岩手の皆さんにお元気をお届けしたり、楽しくなってもらえるように頑張っていきます。皆さん、ぜひ私も岩手を応援 していきますので応援返しをくれるとありがたいです。のんでした。バイバイ。
あーじじじ、はい、ね、かわいいですね本当にね、はい、最後にはねのんさんからのメッセージもいただきましたけれども、こうやってずっとずっと岩手をね応援してくださっている、はい、このかわいさで応援してくださっているっていうのがね、本当たまりませんけれども、ありがたいことです、はい、はい、このね岩手希望チャンネルものんさんに負けないようにですね、はい、岩手ファンを増やすべく頑張っていきたいと思いますが、はい、まずはですねついに発表となりました岩手118号の名称は金色の風ということなんですが、じじ、はい、この名称に込められた思いなどを教えてください、はい、まず金色ということで、この黄金文化でとか黄金の国とか岩手県をイメージさせる言葉で、うん、このたわわに実った黄金色の稲穂を連想させます。そして風は豊かな岩手の風土を表し、そして日本の食卓に新しい風を吹き込むというイメージを表現しています、うん、それからロゴマークですけども、この流線形の金色に彩られた風が一粒のお米を優しく包み込むイメージが表現されています。風に舞うように配置された10個の、この、はい、ありますね、カラーカード、はい、これはお米の美味しさを生み出す10のポイントを象徴しています。なるほど、10個もポイントあるってね、はい、すごいことですけれども、岩手が誇る最高級品種というイメージにぴったりの名称とロゴマークですよね、はい、そして日本の食卓に新しい風をっていうところが、はい、またね本当に素敵ですよね。そして気になる最高級のお味は、ね、のんさんも絶賛でしたけれども、ええ、どんなものなんでしょうか。のんさん本名の能年玲奈さんもおっしゃってましたように、こうふわりとした食感なんですけれども、もっちりとした粘りもあって、で噛んだ瞬間豊かな甘みが口の中に広がるという、はい、まあ、今まで食べたことがないようなお米です。もうね、でもこれ10年かけて作ったということですからね、はい、もう並々ならぬ意気込みが伝わってくるお米です。本当にね、まあ、秋、来年の秋発売ということなので、うん、ちょっと待ちきれない感じもするんですけれども、フジポンも早く食べたいなと思います。発売の時期になりましたら、はい、またですねこの希望チャンネルでもお伝えしていきますので、皆さんぜひ楽しみに待っていてください、はい、お待ちください、はい、そしてですね次に岩手県産プレミアムリンゴ冬恋の PR イベントなんですけれども、はい、ね、コメントにもどこの俳優さんだってありますけど、知事タキシード姿素敵でしたね、うやうやしく、いやいやもう本当に、はい、ね、のんさんも素敵なね、ご衣装で、そうそうそう、うーん、白雪姫っぽい感じの、ね、リンゴといえば白雪姫みたいな、おとぎ話の世界みたいな、ね、はい、感じもありましたけれども、この、ね、冬恋も美味しそうでしたね。冬恋はねもう発売されているので、多分ね、今日スタジオにあるなって思うんですけれども、ええ、これだけでしたね、写真写真で登場してますね。あ、そういうことか、残念ですねちょっとね、はい、はい、なんですけれども、こちらも岩手の最高級プレミアムリンゴなんですよね、はい、これは岩手生まれのはるかという品種の中から、一玉一玉光センサーの選果機にかけまして、糖度とか蜜入りとか独自の基準を満たしたものだけが冬恋として出荷されます、うん、そういう意味でプレミアムなんですけれども、大変厳しい基準なので、生産開始当初はわずかな出荷量でした、生産者の皆さんの技術の向上や生産農家の増加によりまして、一定の出荷量を確保できるようになりました。冬恋は香り豊かで、糖度が高く蜜が入り、果肉の食感も優れた岩手が誇る最高級ブランドリンゴです。例年12月中にはこう売り切れてしまうほどの人気です。あらま、ねえ、じゃあもうもしかしたら今はもうないかもしれないですけれどもね、コメントにも冬恋美味しかったよというね、うん、コメントありました。もう食べた方もいらっしゃるんですね、うん、びっくりするほど甘いんですよね、リンゴがここまで甘くなるかっていうようなすごい甘さ、しかも結構な高級感なので、すごく特別感もあるんですよね、フジポンまだ食べたことないのでね、すごいアッポー岩手アッポーですね、そうですね、うんってねやりたくなりますけれども、はい、いや、ね、本当プレミアムですから、うんってやらないでね、美味しく食べていただきたいなと思います。フジポンもね穴開けたりせずにですね、そうですね、ちゃんと食べてもらえるといいと思いますね、はい、まあ、知事もねプレミアム知事ですから、はい、もう共通点ももりもり、あ、なんかね、はい、よく分かんなくなっちゃいましたけれども、本当にねもし今ねなかったとしても、来年ですね冬恋覚えてていただきまして、ぜひね食べていただきたいなと思います、はい、以上最近の主な出来事についてでした。さてここからはですね、岩手の今年ですね、今年の岩手を振り返る岩手希望チャンネル重大ニュースのコーナーです、はい、今年もさまざまな話題がありましたが、なんといっても今年の1位は
あれですよね、知事。そうですね、はい、この希望郷岩手国体、希望郷岩手大会を1位とさせていただきたいと思います。そうですよね、はい、早速ですね、あの感動を再びということで、希望郷岩手国体、希望郷岩手大会について振り返りましょう。スタッフが撮影した写真を動画にまとめたそうです。ご覧ください。どうぞ。蘇ってきますけれども、はい、やっぱり、ね、コメントを見ていてもいろんな、ねええ、競技を見に行った方も、ね、多いんだなと思いますし、はい、関心の高さが、ね、分かりますよね、すごくね、はい、はい、笑顔の参加って今もコメント流れてますけど、そうですね、あのカラオケにもありますから、カラオケで歌いますよ。そうなんですよね、歌いましょう。私たちもよく打ち上げで歌わせていただいておりますけれども、はい、臼澤美咲ちゃんの、はいはい、岩手、ね、出身の臼澤美咲ちゃんの歌ですので、ぜひ、ね、皆さんも歌ってみていただきたいなと思いますけれども、はい、でまあ、その宇佐、はい、さんにもこうオープニングセレモニーで活躍してもらったんですが、そうですね、豪華でしたよね、開会式典前演技ではこう岩手浜ライン特使のおなじみの村上弘明さんがストーリーテラーを務めてですね、はい、県内の児童生徒郷土芸能団体被災三県合同合唱団など約1900人が出演して、希望の里をテーマに東日本大震災津波からの復興に支援をいただいたことへの感謝を伝え、そして復興に向かって前進する岩手の姿をお伝えできました。はい、そしてですね、岩手県選手団の大活躍ありました。県勢は冬季大会を含めて優勝20種目、そして入賞は172種目で天皇杯2位、皇后杯2位という素晴らしい成績を収めました。
さっきもこう写真がバンバン出るのがこう早い早いっていうコメントもあったんですけれども、それくらい優勝者が多かったし、また入賞者もすごかったんですよね。それぞれこう競技団体選手たち監督の皆さんも頑張ったんですけれども、あの応援で勝ったっていうような感じの競技もあってですね、やっぱり県民の皆さんの応援がすごかったです。はい、本当にね、このニュースですとか、ね、頑張る姿に本当に勇気を、ね、はい、たくさんいただきました。そしてですね、全国障害者スポーツ大会希望郷岩手大会でも優勝者や入賞者が多く出て、金メダル55個、銀メダル42個、銅メダル42個ということで計139個、過去最多のメダルを取りました。ボランティアやってくださった方々はじめ、この障害者の皆さんと一緒に何かするっていうのをこう初めてやった、すごいいい経験になった、これからもやりたいっていう声がこうどんどん聞こえてきてましてですね、とっても良かったと思います。この得られた財産レガシーをこれからの岩手県政に生かしていきたいと思います。ね、レガシー大事ですよね。はい、はい、本当にね、感動をたくさんいただきました。以上、岩手希望チャンネル重大ニュース1位はですね、希望郷岩手国体、はい、希望郷岩手大会ということでした。さて、今回第1位はですね、知事とフジポンで、はい、決めちゃったんですけれども、第2位は視聴者の皆さんに選んでいただきたいと思います。はい、2位を選んでいただくという趣向です。そうなんです。ということで、はい、数々トピックスの中からですね、岩手にとって特に重要だったニュース残り9件、はい、厳選しておりますので、はい、じゃあ一つずつ、ね、ご紹介していきましょう。はい、まず一つ目です。一つ目は天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の皆様ご来見です。6月に皇太子殿下、皇太子妃殿下に東日本大震災津波で被災した宮古市岩泉町をご訪問いただきました。そして10月、希望郷岩手国体希望郷岩手大会の開催に合わせ、天皇皇后両陛下はじめ皇室の皆様がご来見、開会式閉会式にご臨席いただいたほか、競技もご覧いただきました。沿岸被災地にも皆さん足を運んでくださって、県民に優しいお言葉をかけてくださいました。私も天皇皇后両陛下、皇太子殿下、秋篠宮殿下、妃殿下の皇帝にご一緒させていただきまして、復興の状況など説明させていただきました。はい、本当に、ね、県内各地にいらしていただきました。ありがたかったですよね。はい、はい、さあ、もうね、ちょっと、ね、これアンケだなアンケだなっていうね、うんうん、コメントもありますけれども、そうなんですよ、お察しの通りです。はい、はい、ぜひ楽しみに選んでいただきますからね、はい、聞いててくださいね。はい、続いていきましょう。続いてはですね、本格復興冠水年復興事業進むです。知事、今年もどんどん復興事業進みましたよね。はい、被災した3つの県立病院のうち、5月県立大槌病院、9月県立山田病院が新病院での診療開始、県立高田病院も来年度の新病院の開院に向けて今工事が進んでいます。はい、この地元の方にとってもこの新病院での診療開始っていうのは本当に心強いことだと思います。はい、そして災害公営住宅の整備も進んでいます。はい、8月に陸前高田市の県営土地ヶ沢アパート、県内最大の災害公営住宅301戸への入居が始まりました。県内の災害公営住宅は今急ピッチで整備を進めていて、今年度中に全体整備予定戸数の約8割の整備が完了します。はい、住まいの確保というところはですね、一番重要なところになりますからね。はい、そしてまちづくりの関係では、山田町のオールなど仮設の商店街が本設になってきたりしていて、復興が着実に進んでいると感じます。はい、今年度は県の本格復興計画の最終年度ということで、ハード整備を多く進めてきましたが、来年度からはいよいよ最後の第3期復興計画ということで、復興事業の総仕上げ、そして復興の先を見据えながら地域振興に取り組んでいきます。はい、希望チャンネルでは来年もですね、引き続き復興に邁進する岩手県の様子をお伝えしていきます。はい、続いては台風第10号被害甚大、復旧に邁進です。台風第10号は8月30日岩手県大船渡市付近に上陸し、県内で甚大な被害が発生しました。この東北地方に太平洋岸から台風が上陸するのは初めてということで、はい、このかつてないような台風による大きな被害が県内で発生しました。全壊半壊合わせ含め4342戸の家が被害を受けました。9月上旬から仮設住宅やみなし仮設住宅に移っていただいて、
そして、足りない部分については応急仮設住宅を整備と、はい、今月この12月にすべて完成しておりまして、避難所に住んでた方々は、仮設住宅等に移り、そして避難所はすべて解消されたところです、はい。それから商工観光事業者の早期事業再開を支援する新たな交付金というのを立ち上げまして、まあ、この小規模な商店、事業者の方々ももう一人も一軒も逃さないように、取りこぼしがないように今復旧復興を進めています、はい。細かくこう、ね、はい、進めているというところですよね。そして特に被害の大きかった岩泉町の復旧というのはいかがでしょうか。はい、日本最大鍾乳洞の一つ龍泉洞の湧き水を使った龍泉洞の水が10月に生産を再開、道の駅岩泉は11月1日に仮オープン、岩泉ヨーグルトで知られる岩泉乳業も来年の夏の再開に向けて動いています。はい、本当にボランティアで、ね、少しだけですが力に、ね、なっていましたという方もね、はい、コメントもボランティアに来ましたという方もいらっしゃいましたけれども、ボランティアは本当なくてはならない力でありまして、はい、多くのこの岩泉も久慈も宮古もですけれども、家がこの泥が入ってですね、住んでる人たちだけの力ではこうなかなか書き出せないっていうのを、はい、大勢の皆さんにこうボランティアに入っていただいて、片付けが進みました。そうですよね、そういう皆様の力もお借りして着実に前に進んでいるということですよね。はい、はい、引き続き復旧復興に向け県も頑張ってまいります。はい、よろしくお願いします。続いてのニュースは県オリジナル米銀河の雫デビュー、そして岩手118号名称ロゴマーク決定です。先ほど岩手118号の名称が今時期の風に決定したというニュースをお知らせしましたが、今年デビューしました銀河の雫も売れ行きが好調なんですよね。そしてなんだかすごい賞もいただいたとフジポン聞いたんですけれども、ええ、銀河の雫は日経トレンディの米のヒット甲子園2016で大賞前に選ばれました。素晴らしい、はい、これはどういう賞なんですかね。全国の5つ星お米マイスターが推薦した160品種の中から得票数で上位に選出された9銘柄が最終審査にノミネートされ、山形のつや姫、佐渡のコシヒカリなどの競合を抑え見事に大賞米に選ばれました。素晴らしい。さあデビューして、ね、すぐに大賞米ということってすごいですよね。そして来年発売の今時期の風もなんかこれ期待が高まりますね、まあ、どちらもこう今まで食べたことがないようなお米で、またそれぞれこう違うんでですね、はい、ぜひ皆さん楽しみにしてください、ね。今年の漢字も金でしたしね、はい、もしかして岩手のための県としては銀を今年の漢字に、ね、私からは来年は発表してますんで金で、そうですね、金と銀ツートップで、はい、はい、来年はね金と銀、はい、楽しんでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。さて5つ目ですけれども、平泉の世界遺産登録5周年です。登録から5年が経ちますね。あっという間なんですけれども、今年は5周年を記念していろいろなイベントが行われました。はい、6月中尊寺で平泉世界遺産の日シンポジウムを開催、7月には全国のご当地キャラも集まって平泉世界遺産祭、平泉町で開催されました。11月には盛岡市で第3回世界遺産サミットが開催され、県といたしましては6月29日平泉が世界遺産登録された6月29日を平泉世界遺産の日とする条例を定め、この文化遺産を守り伝えていこうということでやっています、はい。でもう一つ岩手の世界遺産釜石の橋の鉄鉱山、こちらの方もこう大事でありまして、地域振興、沿岸の地域振興に つなげていきたいであります。でそれから3つ目の世界遺産候補、一戸町の御所の遺跡、この世界遺産登録も目指していきます。はい、続いては LCWS2016 岩手で開催ですと言ってるんですけれども、 LCWS って、ね、ちょっと聞き慣れないんですけれども、うんうん、知事こちらは何でしょうか。リニアコライダーワークショップで LCWS、 なるほど、ILC 国際リニアコライダーの国際会議です。12月5日から9日まで開催されて、350人の内外国内外の研究者が岩手に集結しました、うんうん。
ILC 計画の検討が始まった2004年以降 LCWS が東京以外の国内で開催されるのは岩手が初めてです。超党派の国会議員連盟の河村武雄会長のプレゼンテーションではスタンディングオベーションが起きるなど盛り上がりました。はい、いつもね希望チャンネルでもご紹介している ILC の国際会議ということだったんですね、はい、ますますこの ILC 実現の期待も高まりますよね。これはねやっぱり重大ニュースに入れなきゃですよね。こう ILC が岩手にできるとこうどうなるかっていうのがこう先取りされたようなイベントでしてね、こう、はい、世界中の科学者研究者の皆さんがこう岩手の中にいつもいると、そういう感じがよくわかりました。なるほど、はい、これからもね ILC 実現に向けてみんなで取り組んでいきましょう、はい、さて続いてはですね岩手で働こう推進協議会設立、オール岩手での取り組み始まるです。今年からこちらは本格的に動き始めたんですよね。県内就職促進のために行政、産業、経済団体、教育機関などで構成する岩手で働こう推進協議会を県では今年2月に設立、オール岩手で働きやすい環境づくりを始めました。6月には岩手で働こう推進大会を開催し、関係者の機運を高めるとともに岩手働き方改革推進運動もスタートさせて、優れた取り組みの企業を表彰する岩手働き方改革アワードを実施しました。なるほど、今いろんな機関がこう連携して働きやすい岩手を作っていくという取り組みですよね。素晴らしいですよね。まあ、こう全国的にもこう働き方が問題になっててですね、それでこうまあ過労死とかしないようにっていう、そういう残業もしすぎないようにとかあるわけですけれども、こう人口減少対策の観点から言って、特に地方でですねこう働きやすい、こう暮らしやすい、それをこう実現しなければならないということで、かなり力を入れてやってます。はい、働きやすい岩手になるといいですよね、はい、さて続いては漫画協岩手特別賞です。受賞者は松本零士さんということですね。で漫画協岩手特別賞は今年創設されたんですよね。特別賞って今までなかったんですね、はい、それで、岩手漫画大賞ってこう漫画書いていただいてそれを表彰する仕組みはあったんですけれども、もうプロの専門家のすでに、はい、活躍している方で岩手に対していろいろ貢献してくださっている方にこの特別賞ということで松本零士さんに送りました。すごいですよね、はい、松本零士さんになった理由っていうのは何だったんですかね。こう松本零士さんの代表作銀河鉄道39がこれは宮沢賢治の銀河鉄道の夜と通ずるものがありまして、そして、銀河鉄道39をきっかけにしてこの賢治の世界岩手に関心をこう持ってくださる人が多く出たということがあります、はい、それから東日本大震災津波の被災地大船渡市に銀河鉄道39の原画を寄贈してくださるなど、この東日本大震災からの復興にも貢献いただいてます。はい、漫画を読んで岩手に興味を持ってもらうっていうのはすごくいいことですよね、はいはい、希望チャンネルも番組を見た皆さんが岩手に興味を持っていただけるようにこれからもどんどん岩手の魅力をお伝えしていきます。それでは最後9つ目になります。9つ目は岩手発超人スポーツ開発プロジェクト起動です、うん、超人スポーツについてはこの希望チャンネルでもお伝えしてきましたよね。岩手発の超人スポーツを生み出そうということで4月にキックオフイベント、3回のワークショップを経て、9月の若者文化祭で、4種類の競技を発表しました。はい、4つの競技が新たに発表されました。まあ、岩手らしいっていうところもあるスポーツになったんですけれども会場もかなり盛り上がってましたよね。これは藤本さんにもこう、はい、ずっと最初から参加してもらってたので、すごく楽しかったですね。歴史の瞬間瞬間に立ち会っていただいた感があります、はい、ね、やっぱ岩手初っていう感じですから、そうそう、ね、みんなで盛り上げていきたいなと思いましたし、まだまだねいろんな可能性がある超人スポーツですよね。2020年の東京オリンピックは、うん、オリンピックパラリンピックとこの超人スポーツの3本立てになるんじゃないかなと思ってます。ということは岩手は結構最先端を行ってるってことですよね、はいはい、はい、誰もが楽しむことができる新スポーツということでもありますので、これからの展開も楽しみにしていきたいと思います。さて9つのニュースすべての紹介が終わりました。それではですね恒例のアンケートシステムで皆さんが選ぶ今年の重大ニュース第2位を決めていきたいと思います。さあ改めまして9つのニュースをおさらいしますと、天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の皆様ご来県、本格復興関水年復興事業を進む、
台風第10号被害甚大、復旧復興に邁進、県オリジナル米銀河の雫デビュー、岩手118号名称ロゴマーク決定、平泉の世界遺産登録5周年、 LCWS2016 岩手で開催、岩手で働こう推進協議会設立、オール岩手での取り組み始まる、漫画協岩手特別賞受賞者は松本零士さん、岩手初強靭スポーツ開発プロジェクト起動ということでございました。さあこの画面にですね、選択肢が今から9つ出てきますので、この中で1番と思うものを皆さんクリックしてください。投票時間は1分間となります。それではアンケートスタート。はい、はい、ここから1分間ですので、皆様ご協力、9分割になりましたね、はい、お願いいたします。クリックしたり、はい、指で触ったり、それぞれ、ね、お願いします。はい、ぜひ2位を選んでいただきたいなと思いますけれどもまあこの他にもね、まだまだニュースたくさんありましたよね、はい、コメントにもありましたけれども、大谷翔平選手の活躍もすごかったですよね。すごかったですよね。岩手からああいう選手が出るというのは本当にすごいことで、はい、パリーグ MVP と史上初の投手と指名打者でのベストナイン同時選出、はい、ね、あと菊池雄星で、ね、選手は、ね、結婚しましたしねそれ活躍しましたよね、こう、はい、勝ち数もたくさん稼いで、そうですね、活躍より先に、ね、ちょっと結婚が印象的だったので結婚の方言っちゃいましたけど、はい、また先越されたなみたいなところも、ね、ありました。さあ投票時間が、ね、はい、間もなくあと10秒になりますよ。フジポンは今年も結婚できませんでした、はい、コメントで聞いてきた人がいるんですね重大ニュース、うん、あ、おっとっと、そうですね、はい、その終了と、すごい鐘の音がしましたが、はい、いうことでございます。ここで、締め切らせていただきます。それでは早速結果見てみましょう。ババーン、どうだ、お、え、あ、一番ですね、天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の皆様、25%ご来見と、あ、同じく4番ですね、銀河の雫デビューと岩手118号名称ロゴマーク決定が、ずつですね、はい、なんか去年も同率があったと思うんですけれども、はい、今年もさすがこう芦原の瑞穂の国、はい、天皇皇后両陛下関係とお米関係が同着ということですね、はい、なるほど、はい、ということで第2位は2つのニュースにしていきたいと思います、はい、どうですか今この結果については。やっぱそれらしい、うん、それ、はい、それにふさわしいものが選ばれたなっていう感じがします。はい、ぜひね、皆さんも今年の、ね、はい、ニュースそれぞれでね振り返ってみるのも楽しいと思います。アンケートにご協力いただきましてありがとうございました、はい、まあ、これ天皇皇后両陛下もこの希望チャンネルご覧になってればよかったと思いますけど ね、 ね、喜んでいただけるんじゃないかと思うんですけど、本当で、ね、はい、あ、2位ですかね、あ、2位になっちゃいましたけど、実質1位みたいな、ね、感じもありますね。国体の方にはちゃんと開会式に出てらっしゃいましたから ね、 あの、1位、まあ、同じような感じで、はい、よかったんじゃないでしょうか。じゃあ来年の目標にしたいなと、思います。はい、はい、ありがとうございます。さて続いてはですね、来月以降の動きや行事について紹介していきたいと思います。まず1月4日の知事の仕事始め、もうこういう、ね、シーズンなんですけれども、もう来週は来年ですからね。そうですよね、あっという間なんですけれども、はい、来年も沿岸から知事はスタートですね。はい、まあ、東日本大震災が起きてから仕事始めはこう沿岸からスタートするようにしています。で来年は宮古市からスタートで、宮古市にある県の沿岸広域振興局の合同庁舎でまず職員に新年の訓示を行って、そして復興状況現場からの報告を受けるというところから仕事を始めます。はい、来年は東日本大震災津波から6年になりますね。はい、そして平成29年度は県の復興計画におけるこの第3期実施計画、この、復興、基盤復興期間、本格復興期間に続くこの第3 の、 この期間ということで、さらにしっかり取り組んでいきたいと思います。はい、そしてもう一つ復興に関する取り組みをご紹介します。岩手三陸復興フォーラムに、ですね、こちらの開催についてです。1月20日金曜日から21日土曜日の2日間にわたり開催されるんですが、初日の20日は4つの報告会に分かれ、復興計画の主要分野の復興事業などに関する事例発表、沿岸被災地での現地報告などを行います。そして2日目の21日は盛岡市のアイーナで岩手日報社編集局報道部次長の金岡俊和さんの基調講演や事例発表が行われます。また県立
岩泉高等学校郷土芸能同好会が中野七住まいを演舞してくれます。お申し込みは県庁復興局復興推進課、電話 019-629-6945 019-629-6945 まで、電話してみてください。または岩手三陸復興フォーラムで検索しても OK です。年の初めは東日本大震災のことを振り返り、そして復興の現状を確認するいい機会であります。そして長野県も含め全国から応援に来ていただいている職員の方の中からこの発表もしていただきますので、ぜひ多くの方にいらしていただきたいと思います。続いては岩手復興ドラマの紹介です。9月の放送の際には脚本や出演者募集のお知らせをしました、はい、このドラマはですね、脚本から監督出演までオール岩手の人たちで作るということなんですよね。はい、あれから3ヶ月、まずドラマの原作ストーリーを一般公募して、はい、その中から題材となる2作品を選びました。道又勉さんが脚本を仕上げ、下山和也さん、戸取拓也さん、深夜さんの双子の兄弟が監督をし、テーマソングはシンガーソングライターの松本哲也さんが担当します。全体の監修は作家の高橋克彦さんということで、もう岩手出身、はい、岩手ゆかりの方々で制作を進めています。主演は太田伊豆穂さんと刈谷真由さんが公募のオーディションで選ばれています、岩手の方々です。その他の出演者エキストラ含め全て公募で決定しました、はい、まさにオール岩手ということなんですよね、はい、そしてこのドラマには岩手ハマライン特使の村上博明さんをはじめ、藤田由美子さん、長谷川初則さん、そして古谷敏さんなど豪華俳優陣も趣旨に賛同してくれて特別出演してくださるということで、すごい顔ぶれですよね。この大体こう皆さんご存知の方とか、あるいはこう一部の方はすごいよく知っているっていうような、古谷敏さんはウルトラマンの中の人なんですよね。中の人、そうなんですね、でウルトラセブンでは天城隊員の役をやってる人っていうことで、それはそういうのが好きな人にとってはものすごいカリスマ的な存在なんですが、知事も見てらっしゃったんですもんね。見てました。すごいですね。であと長谷川初則さんはウルトラマン80に変身する人だったんですよね。ウルトラマン多いですね。なぜかこうウルトラなドライブかかってますね。なんか強そうですね、はい、はい、を知ってるっていうコメントも流れてますけれども、全員わかるということでね、はい、本当に豪華な皆さん、来年3月岩手県内6カ所で上映会をし、また岩手県内の民放テレビで放送する予定です。はい、完成がね本当に楽しみです。このドラマは岩手県公式動画チャンネルでも配信するということですので、ぜひ県外の皆さんも見ていただけると思います。特設サイトで詳しい情報を配信していますので、皆さんチェックしてみてください。ドラマの話題は引き続き希望チャンネルでもお伝えしていきますので、お楽しみに。以上、岩手復興ドラマについてでした。それでは次にですね、恒例の ILC 国際リニアコライダー計画についてのコーナーです。北上山地の地下に全長31キロメートルから50キロメートルの地下トンネルを掘り、世界最先端の素粒子実験施設 ILC 国際リニアコライダーを建設しようという計画があります。岩手希望チャンネルでは ILC 実現に向けた岩手県内のさまざまな取り組みなどを毎回紹介しています。はい、今回はですね、重大ニュースにもエントリーされました LCWS リニアコライダーワークショップ2016について、その模様を詳しくお伝えしたいと思います。早速当日の様子をまとめた動画がありますので見てみましょう。見ましょう。
会場には本当にたくさんの海外の研究者の方がいらっしゃっていたということで、はい、まさに国際会議、はい、ILC がね実現すれば本当にこれが日常の生活ずっとこういう岩手県になるという光景になるということです。それを先取りした1週間だったんですよね。知事はね英語で歓迎スピーチもされたということなんですけれども、はい、参加してみていかがでしたか。英語のスピーチでスタートレックに出てくるスポックの真似をしてですね、はい、これでリブロング&プロスパーとか言ったらすごい受けましてですね、やっぱりそういうの好きな人たちが素粒子物理学とか加速器化学とかやってるんだなと思いました。素敵、はい。でまあ、いろんな国の人たちこう人種民族、はい、いろいろこう背景は違ってもこう同じ一つの目標に向かってこう力を合わせてやっていこうっていうことのこう凄さをこうひしひしと感じましたね、はい、でさっきちらっと出てきましたけどバスに乗ってこの現地視察もしていただいてですね、研究者の皆さんにとってもこう岩手で暮らして研究をするっていうイメージがかなりまたこうはっきりしてきたんじゃないかなと思います。いろいろ岩手のこのリンゴをはじめ美味しいものをこう召し上がっていただいたりとか、まあ、そういう意味でもこう岩手にとってこう研究者の皆さんにこう馴染む機会でしたけど研究者の皆さんにとってもこう岩手に馴染むいい機会だったと思います。なるほど、まあね、いろんな意味でもこう岩手のアピールにもなっているということで、ええ、いい印象を、ね、持っていただけたら本当に嬉しいですよね。でこの国際会議に合わせてシンポジウムや岩手の魅力を紹介する岩手まるごとフェア、そして企業展示会なども開催されたんですよね。こう食べ物はすごい評判良かったですし、あとこうおもてなしの姿勢ですね、この地元の人たちの熱意っていうのも感銘を受けたということを聞いています。まあ、かなりこう実現に向かってこう進んだのじゃないかなっていう手応えを感じます。はい、みんなでねますます盛り上げていかなきゃですよね、はい、はい。以上 ILC 国際リニアコライダーのコーナーでした。それでは続いてはですねプレゼントの抽選に行きたいと思います。前回はね9月だったのであれなんだったっけって思ってる方もいらっしゃると思いますけれどもプレゼントはですね3ヶ月前、はい、ね、悪くならないもの、そうですね、ね、希望郷岩手国体希望郷岩手大会のマスコットでありますワンコ兄弟のグッズのセット1名様にプレゼントでした。さあプレゼントの応募状況はいかがだったでしょうか。応募はありました、はい。1人から応募があり、もう当選もその時点で決まりました。くずきりさん、アルファベットでくずきりさんが当選です。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと久しぶりに抽選がなかったのは残念ではありますけれども、はい、まあ、でも応募がゼロじゃないっていうところがまたいいですよね。ほっとしました。ありがとうございます。ではくずきりさんからのメッセージもいただいておりますのでご紹介しましょう。はい、スペシャル番組ということで情報盛りだくさんでしたね。いろいろな競技の情報を知れて、また同時に岩手の各市町村の魅力を再認識できました。うんうん、それと何と言っても、何と言ってもかねてからのイングレスプレイヤーとして今日の大会記念ミッションのお知らせは大ニュースでした。うん、最終的に何人達成したのか気になりますということなんですけれども、うんうん、達成した方いるんですかね。もしこう今コメント流せる人は、はい、ね、今から間に合うかなというコメントもいただきましたけれども次回の放送はだいぶ間が空いて12月ということですけれども、次回も首を長くして待っています。年末ということなので良いお年をといただいております。ありがとうございます。はい、はい、もしかしたらたくさんの方がもね、はい、最終的に達成したのかもしれないという12、3人か14人ぐらいで10人以上は達成されてると、3人とか、はい、いうことですので情報が今届きました。はい、素晴らしいですね、はい、ぜひねまだまだ、はい、皆さんねこちらイングレスも楽しんでいただきたいなと思います。多分来年も面白そうなイベント皆さん考えてらっしゃるんでしょうね、はい、はい、そちらも楽しみにしたいと思います。そして今回もプレゼントご用意いたしました。今回のプレゼントはですね今日番組でもご紹介いたしました米のヒット甲子園2016大賞米、岩手を代表する新しいお米、じゃじゃん、こちら銀河のしずくのパックご飯でございます、はい、こちら非売品となっているんですけれども5個をセットにしまして2名様にプレゼントをいたします。これ本当に5個パックは嬉しいですし、はい、レンジでチンしてすぐ食べられるのでフジポンも大助かりです作ってみました。はい、手軽に食べていただけるようにこのレンジでチンで食べられるということですので振るって応募いただきたいと思います。さすがでございます。実はフジポンもいただいたんですけれども本当に美味しいです、うんうんうん、ね、
もうレンジでチンするだけでこんな美味しいお米が食べられていいのかと思うぐらい感動しますので、はい、ぜひね皆さん応募していただきたいと思います。応募の際は普段お使いのネームで OK です。宛先です。広報アットマーク PREF.iwate.jp ですね。今出ますよ。はい、こちらになります。広報アットマーク PREF.iwate.jp 広報アットマーク PREF.iwate.jp までお願いします。メールには第35回岩手希望チャンネルプレゼント希望と記載してください。締め切り2週間後の1月10日火曜日とさせていただきます。当選者の発表は来月ですね、1月の岩手希望チャンネルで発表していきます。次回は抽選したいので、ぜひ皆さんどしどしご応募お願いいたします。2人だけだと抽選になりませんので、3人以上応募いただければ。これは本当にお米はね、はい、素敵なプレゼントだと、まあ毎回素敵だと思うんですけれども、はい、たくさんのご応募お待ちしています。はい、それでは最後に村上弘明さんが主演する岩手の PR 動画、今年の新作になります。雨にも負けず編をご覧いただきます。村上弘明さんが旅人に扮し、今年生誕120年の宮沢賢治の雨にも負けずの朗読に乗せて岩手の様々な情景を紹介しています。それではご覧ください。雨にも負けずか。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、分かり、そして忘れず。野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。宮沢賢治が理想郷イーハトーブと名付けた岩手には、人と自然が調和する美しい営みがありました。この豊かな大地で四季の移ろいを愛おしみながら人間らしく生きていくこと、その感動的な風景に本当の心の豊かさに出会えると改めて感じることができました。さあみんなして岩手さハマラインね。はい、さて今日もですね、たくさんのコメントいただきました。ありがとうございます。今日のコメントの中でキラリと光る印象に残るコメントを紹介していきましょう。長野ありがとうという長野の皆様に感謝申し上げますということですね、はい、よくぞコメントしてくださいました。ありがとうございます。そしてこれ字にすると分かるんです。世界遺産、遺産の3がですね、生まれるじゃなくて数字の3に、はい、あるなってるんですけど、世界遺産岩手と
いうことで、古書の遺跡を含めると3つ世界遺産がある岩手になるといいなというね、いいですね、はい、コメントもいただいております。今日もたくさんのコメントありがとうございました。さあ今日も内容盛りだくさんでお送りしてきましたが、時間となってしまいました。今年も岩手希望チャンネル、たくさんの方に見ていただきました。本当にありがとうございました、はい、次回の放送日はですね、1月31日の火曜日となります。放送開始時刻は午後5時30分からです。岩手三陸復興フォーラムの報告のほか、冬の岩手のおすすめ観光スポット、そしておすすめ料理などを中心にお送りしたいと思いますので、どうぞお見逃しなく、ね、岩手に、ね、こう帰省される方もいらっしゃると思いますけれども、はい、ぜひ、ね、岩手満喫していただきたいなと思います、はい、それでは恒例の決め台詞、そしてポーズで締めたいと思います。さあみんなして岩手希望チャンネルさ、ほまらいん。皆さん、良いお年を。良いお年を。